貴族の貴族は歴史となる。以上、エレキ三線の紹介でした。薄い中華涙、雲三振止め会の植田弥生、沖縄もすっかり梅雨が明けてですね、もう夏って感じです。そして三振ちゃんです。最近三振ちゃんの動画アップしてないからね、みんな三振元気かなって三振言ってるよ。元気だよね三振ね。三振一番お利口さんなんだよね、いつもすごい言うからね。さて、この場を借りて、お礼を申し上げます。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。そして最近は嬉しいことにチャンネル登録者が本当に増えてるんですね。まもなくチャンネル登録2000人に達するかなと、そんな感じで嬉しく思ってます。さてですね、昨日ですね、Facebook に久しぶりにエレキ三線のホームページでも紹介してないんですけども、エレキ三線の、写真をアップしましたら、音が聞きたい、どんな音色ですかと、っていう、コメントがたくさん入りましたので、今日はエレキ三線久しぶりに、YouTube にアップしてるんですけどね、エレキ三線の音色をお届けしたいと思います。興味がありましたらぜひお問い合わせください。あとこの場を借りてもう一点、Facebook からたくさんリクエストが来るのは嬉しいんですけれども、プロフィールとか、あまりタイムラインに投稿してないとか、今のところ保留させていただきます。交流しています。ぜひリクエストの際はメッセージ一言添えていただければ嬉しいですね。まあ、一番多いのが YouTube からやってきました、 Facebook やり始めましたというメッセージ多いですけどね。ではエレキ三線どんな感じかお届けします。これエレキ三線なんですけれども、普通に弾くとですね、普通の三振とほとんど変わりませんけれども、キャップを開けると音がまた違います。これにスイッチを、手元側でスイッチを入れられるんですが、スイッチを入れると聞こえますでしょうか。Yeah.
どね、はい、でここのキャップを、ちょっと開けてみますね。ちょっとキャップ外しましたけど、このここにキャップがついてます。このキャップを外すと、ちょっとよく人前で演奏する方はよくわかると思うんですが、モニターがないと大勢いるところで自分の三振の音が聞こえないんですね。その時にここから三振が聞こえてきます。三振の音が、穴が開いてますから三振の音が聞こえるのと、あと情け歌、ちょっとしみりした時に、私はここ開けたりしますね。どんな音か、音色かちょっと聞いてみてください。ちょっと、少し、優しい音になるような気がします。弾きましょう。Facebook でも紹介したいと思います。では